と朝の4時15分に起きたんですけど、娘が遅いんですいつも。結局5時に出る予定が5時45分に出ました。はい、間に合うかどうか。はい、おはようございます。2ヶ月ちょっと経って今タイに行くので関西空港に向かっております。今回は娘と2人のトンチンカン旅行になると思いますけれども、また動画を撮り続けたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、今韓国着きました。前回と同じ便なんですけど、めちゃくちゃ人が増えてます。すごいな、めっちゃ増えてるやん、すごい。すごい人、前とえらい違う。やっぱりだいぶ違うんやな。どこやったかな、多分向こうやと思う。あ、ごめん、ぶつかった。ボタンのピチって押されへんやつ。これがなかったな、写真が。動いた、すごい人。前回に比べてめちゃめちゃ人が増えてるね。って言って秋は知らん。顔カサカサらしいです。顔今から写します。はい、カサカサの顔で皆さん顔のカサカサ。なんで消えへんの？なんか押してもらったんじゃん。はい、エアアジアです。前回と同じ便で、行ってます。今日はちょっと30分ほど遅れてるんですね。すごい人です。向こうの方で娘が足裏マッサージ中です。いっぱいです。やっぱり飛行機は何回乗っても好きじゃないです。うちの娘は、マイ娘、すぐ寝れます。この子のように太い神経になりたいです。はい、今から離陸します。この瞬間もあんまり好きじゃないんですね。まあでもこれを上がってしまえば気楽になります。それがですね、まあ CBD を服用するようになりましてから、なんと薬が今日は1錠だけ飲んでます。ちょっとやっぱり不安なんで。でもいつもの 1.5 錠ぐらいは減ってるんで、やっぱり何らかの効果が出てるように思います。私はやっぱり機内では寝れないので、こうやって空を眺めて早く着かないかなといつも思ってます。今日はね、窓際だったんですね。前回行った時は真ん中に座ってたもんで、ちょっと息苦しさを感じましたが、今日は一番後ろの方の2人席の窓側に今座っております。そしたら気が紛れるし、結構心地よく、飛行機の旅楽しませてもらっています。300人いや、これ2つ食べ
で、なんか辛そうなやつ食べました。なんかどれ見てもわからない。ノースパイシーにしたら美味しい。うん、美味しい美味しい。あっちゃんも今タイティーを買いに行ってもらってます。ここもカードを購入してから買うということでした。現金払いはできません。そこの自動販売機のところにお金を入れてカードを買います。買いに来ました。これでジョムティー。